If anything, I gain weight. 今日もあなたをハムスターホイールからレスキューしちゃいます。過去500人以上の生徒さんに英会話を教えた経験を生かし、ミママスクール、オンライン英会話スクールを開講しました。海外での出産を通訳なしで乗り切れたり、外国人から話しかけられたら、笑ってごまかすことしかできなかった音楽家の女性が、夢であった海外留学が実現。中学校英語も超怪しかった30代の女性が英語の面接に受かり、ハワイ留学決定。60代の生徒さんも年齢に関係なく英語ペラペラと、20代から60代の幅広い生徒さんに囲まれ毎日充実しています。アメリカ在住ならではの生きた英会話表現を教え、英会話の楽しさを伝え、夢を叶える英語&ライフレスキューコーチとして、毎日魂プルプルの喜びを味わっているアメリカ在住歴25年のひみママです。よろしくお願いします。ところで、私たちが日本語でもよく使う、むしろ、ちなみに、念のため、そういえば、などの枕言葉、クッションフレーズとも言いますね。日常会話で品質するクッションフレーズ、もちろん英語でもよく出てきます。このクッションフレーズを英語でも使えるようになれば便利だし、ネイティブっぽく会話も進めていくことができますね。それにかっこいいし、今日紹介する10個のクッションフレーズをしっかりマスターしてネイティブのように会話しちゃいましょう。イメージしやすいように短い英会話の例文を挙げています。後半では早速学んだ10個のフレーズを使って、瞬間英訳の練習をしていきましょう。息子の翔太も手伝ってくれます。翔太です。 Hello, I'm 翔太。 I help you with your practice. Count on me. ぜひ活用してください。またこの会話を自分バージョンに変えていくと、よりよく理解でき、よりよく自分に浸透していき、自分のものになります。なのでぜひ自分バージョンに変えてみてくださいね。会話の内容を UNO を使ってイメージしながら発言していくのも大切です。 Alright, 前置きが長くなりましたが、 Are you guys ready? Alright, let's get started. まず1番、 Just so you know、 ちなみに一言言っておくとという意味です。もしかしたら相手が知らない情報、あるいは忘れてしまっているかもしれない情報を念のために伝えておきたい定番のフレーズです。Just so you know. Hey, I gotta talk to my boss about my promotion today. 昇進についてボスとお話ししなきゃ。B. Just so you know, he's in a terrible mood. 言っておくけど、彼超機嫌悪いよ。Just so you know, he's in a terrible mood. Just so you know. しっかり覚えてくださいね。Number two. If anything, むしろ、どちらかといえば、強いて言えば、という意味で使われます。このフレーズは、文頭、文中、文末に入れて使うこともできます。取り立てて言うことはないけれども、もし無理に何かを言うとすれば、というシチュエーションの時に使います。A. Mama, you lost some weight, didn't you? ねえ、ママ、少し痩せたんじゃない ?B. What? If anything, I gain weight. え?むしろ太ったわよ。Number three. Speaking of.なんとかといえばという意味です。話題を変えるときによく使います。speaking of 名詞の形と speaking of which の形があります。speaking of 名詞の場合は、相手の話した特定の単語を入れ、それについて話します。I used to ride a bicycle to go to school every day. 毎日自転車に乗ってよく学校行ってたな。You did? speaking of bicycles,Kate is trying to get rid of hers. Call her today. You might get it free. そうなの?自転車といえば、speaking of bicycles とこの名詞、自転車のことを話しています。自転車といえば、ケイトが彼女の自転車を処分しようとしているわ。今日彼女に電話して。ただで自転車もらえるかもよ。Oh, that's okay. I already have one. あ、大丈夫。私も自転車持ってるし。次の形は speaking of which。
相手の話した文全体を関係詞の which で受けています。A. I finally found a dog sitter. Now I can enjoy my trip to Hawaii. やっとドッグシッターを探したわ。これでハワイの旅行も楽しめるわ。B. Speaking of which, why didn't you ask me to take care of your dog? You know I love dogs. そういえばさ、なんで犬の世話を頼まなかったの？私が犬大好きって知ってるでしょ？ Speaking of which の場合は文全体を受けています。Alright! Number 4. Speaking of the devil. Speaking of the devil. 噂をすればという意味です。ある特定の人物について話している最中、その本人が現れた時に使います。A. Have you seen Kathy? キャシー、見かけた？ B. Speaking of the devil, here she comes. 噂をすれば。ほら、彼女が来たわよ。Speaking of the devil もよく使いますね。Number 5. For your information. 参考までにという意味です。For your information の後に、情報を後から付け加えるときに使います。こちらはビジネスでもよく使われます。もちろんカジュアルにも使われます。略して FYI for your information FYI という方もたくさんいます。A. I saw a shark at Banana River. バナナリバーでさ、サメを見たよ。B. Nice. But for your information, it's a dolphin. よかったね。でもさ、それはイルカだよ。Number 6. In case you didn't know. In case you didn't know. 念のために言うとという意味です。知ってるとは思うけど、念のために言うねというニュアンスが含まれています。A. I saw a Spix Macaw in my backyard. 裏庭でさ、青混合インコを見たんだよ。B. In case you didn't know, that bird is already extinct.念のために言っておくけど、その鳥はもう絶滅したよ。Number 7. The point is. 大事なのはという意味です。自分の主張をまとめるときに使います。The point is. その後に主語プラス動詞の形でよく使われます。A. Mama, did you know Steve Jobs dropped out college? ママ知ってる？スティーブ・ジョブスは大学を中退したんだよ。B. What are you talking about? 何が言いたいの？ A. The point is, people can be successful without going to college. つまりね、大学行かなくても成功できるってことだよ。B. You shouldn't beat around the bush. 遠回しに話をすべきじゃないわ。Number 8.In my book. In my book. 私の意見は、私が思うにはという意味です。自分の意見を言いたいときに使います。こちらは文頭、文末にも使います。In my book の前に not を入れて not in my book. 私はそうは思わない。自分ならそうはしない。という意味で使われます。A. Wow, look at the house over there.It's humongous. わ、あそこの家見て。巨大だね。B. In my book, that's an average size. 私が思うには普通の大きさだと思うわ。A. Wow, look at the house over there. It's gorgeous. わ、あそこの家見て。ゴージャスだよね。Not in my book. 私はそう思わないわ。Number 9. What I'm trying to say is, what I'm trying to say is, 私が言わんとしていることは、要するにという意味です。ある程度会話が続いた後に、結局私の言いたいことはこういうことなの、と自分の意見をまとめたいときに使います。A. I want to take a trip to Europe, South Asia,
and South America, but it's not that easy, you know. ヨーロッパ、南アジア、そして南アメリカにも旅行したいわ。でもそれって簡単じゃないんだよね。B. What's the point? だから要点は何? A. What I'm trying to say is, I need to save a lot of money for it. What I'm trying to say is, I need to save a lot of money for it. 要するに、お金をたくさん貯めなきゃいけないってこと。最後のフレーズです。Number 10. Come to think of it. Come to think of it. そういえば、よく考えてみれば。という意味です。ふと何かを思い出したときに、冒頭に持ってきて使うフレーズです。Come to think of it. A. How was Elon's birthday party? イランの誕生日はどうだった? B. I had a blast. Everybody seemed to enjoy it. とっても楽しかったよ。みんな楽しんでるようだったよ。A. Awesome! Come to think of it. Your birthday is coming up soon too, isn't it? よかったね。そういえばさ、あなたの誕生日ももうすぐだよね。はい、どうでしたか?まずこちらを何回か復習して、そして瞬間英訳の練習をしていきましょう。Alright? Alright then, let's get started! まず最初に翔太に会話をスタートしてもらいます。その後私が返答するんですけれども、日本語で返答します。なのでその日本語を言った後、私が3、2、1と数えてる間、頭の中をぐるぐる巡らせて英語を出していきましょう。そしてその後に2番目の会話に入っていきたいと思います。 Alright, are you ready? Yes, let's dive in. Number one. I gotta talk to my boss today about my promotion. 言っておくけど彼超機嫌悪いよ。 3, 2, 1.Number two. Mama, did you lose some weight? Eh? むしろ太ったわよ。 Three, two, one. Number three. I used to ride a bicycle to go to school every day. I used to ride a bicycle to go to school every day. そうなの?自転車といえば、ケイトが彼女の自転車を処分しようとしているわ。今日、彼女に電話した。ただで自転車もらえるかもよ。3、2、1。Number 3-2. I finally found a dog sitter. Now I can enjoy my trip to Hawaii. そういえばさ、なんで犬の世話を私に頼まなかったの?私が犬大好きなの知ってるでしょ? 3、2, 1. Excellent. Number 4. Have you seen Kathy? 噂をすれば。ほら、彼女が来たわよ。3, 2, 1. Very good. Number 5. I saw a shark at the Banana River.よかったね。でもさ、参考までに言っておくけど、それはイルカだよ。3、2、1。Number 6。ママ、I saw the Speaks Macaw in our backyard. 念のために言っておくけど、その鳥はもう絶滅したよ。3、2、1。Excellent! Number 7. Mama, did you know Steve Jobs dropped out of college? What are you talking about? つまり、大学行かなくても成功できるよ。 3, 2, 1. You shouldn't beat around the bush. Great job! Number 8.Wow, look at the house over there. It's humongous. 私が思うには普通の大きさじゃない?
3, 2, 1. Very good. Number 8-2. Wow, look at the house over there. It's gorgeous. 私はそう思わないよ。3, 2, 1. Very good. Number 9. Mama, I want to take a trip to Europe, South Asia, and South America. But it's not easy, you know? What's your point? 要するに、お金をたくさん貯めないといけない。3, 2, 1. Great job! Alright, this is the last one. Number 10. How was Elin's birthday party? Oh, I had a blast. Everyone seemed to enjoy it. よかったね。そういえば、ママの誕生日はもうすぐだね。3, 2, 1. Excellent job! You did great job! よくできました、皆さん。何回もこの部分を使って練習してみてくださいね。もっと練習してね。Yes, practice more, okay? 今回の10個のクッションフレーズ、ここまでこの動画を見た方限定で無料配布しています。それを見て、レビュー、復習したい方は、ぜひ活用してください。下の公式 LINE からアクセスして、クッションフレーズとだけカタカナで書いてください。こちらの公式 LINE では、英語がペラペラになりたい。でもどうしたらいいかわからない。英語勉強をひたすらしてるんだけど、なかなか上達してない。という方に、正しい英語学習方法の無料講座、ハムスターホイル脱出英語無料講座を特別に公式 LINE のお友達だけに公開しています。理想とする自分になりたい。そう、英語をツールとして人生を切り開いていくあなたに出会いたいのであれば、ぜひこの下の概要欄から公式 LINE を登録してください。無料動画講座だけでなく、英語力診断物語もついています。遊び感覚であなたの英語力を診断してみてね。もしこの動画が少しでも役に立ったって思ったら、高評ボタンと登録をよろしくお願いします。If you find this video useful, please give me a big like and subscribe to my channel. Thank you so much for watching and I'll see you next time. See ya!